ハス、はす、学名、ノロンボーニューセフェラは、インド原産のはすかた年生、水生植物。地下系は、レンコン、レンコン、ワスネットとい、野菜名として通用する。日本での米、名、はちは、花卓の形状を蜂の巣に見立てたとするのが、通説である。ハスは、その点下。水不要、水不要、水不要、もしくは単に不要。 不語船、池見草、水の花などの衣装を持つ。漢字では、蓮の他に、花または、グーの字を当てる。蓮の花と水蓮を指して、蓮華、蓮華といい、仏教と共に伝来し古くから使われた名である。俗名、ノロンボウは、新ラ語から。種ョ名ニューセフェラは、ラテン語の形容詞で、ナッツの実のなるのい。英名ロータス。 ロータスはギリシア語由来で、元はエジプトに自生する水蓮の一種、ヨザキ水蓮を指したものという。7月の誕生下であり、夏の季語。花言葉は、雄弁。原産地はインドア大陸とその周辺。地中の地下茎から茎を伸ばし水面に葉を出す。草坑は、約1メートル。茎に、通気のための穴が通っている。水面よりも高く出る葉もある。水蓮にはない。 葉は、円形で洋平が中央につき、発水性があって、水玉ができる、ロータス効果。夏季は7から8月で白又は、ピンク色の花を咲かせる。早朝に咲き昼には閉じる。園芸品種も、小型の茶碗バス、茶碗で育てられるほど小型の意味のほか、果色の異なるものなど、多数ある。なお、果実の皮は、とても厚く、土の中で、 発芽能力を長い間保持することができる。1951年、昭和26年3月、千葉市にある東京大学ケミー川構成農場の落合遺跡で発掘され、理学博士の大賀一郎が発芽させることに成功したハスの実は放射性炭素年代測定により、今から2000年前の弥生時代後期のものであると推定された大賀ハス。その他にも、 中村寺の金色堂趣味団から発見され、800年ぶりに発芽に成功した、例、中村寺ハスや埼玉県行田市のごみ焼却場建設予定地から出土した、およそ1400年から3000年前のものが発芽した、例、行田蓮もある。近年の必死植物の DNA 分岐系統の研究から、水蓮科のグループは、必死植物の主グループから早い時期に分岐したことが、 わかってきた。しかし、ハスカは、それと違って、皮脂植物の主グループに近いとされ、APG 分類体系では、山もがし目に入れられている。口実するように、人間にとっては、干渉や、宗教的なシンボル、食用などとして好まれる植物であるが、反もしすぎると、他の水生生物に悪影響を与える懸念がある。このため、手が千葉県などでは、 駆除がが行われてている。るる。水水中の茎を切ると組織に、入って腐り、再生しなくなく食用、薬用、鑑賞用として湿地で栽培される。地下系は、レンコン、レンコンとして食用になる。日本では、茨城県、徳島県で多く栽培されており、中国では、湖北省、安岐省、石膏省などが産地として知られている。中国では、 すりつぶして取った澱粉をくずと同様に、砂糖と共に、熱湯で溶いて飲用する場合もある。と呼ばれる果実、種子にも澱粉が豊富であり、生殖される。若い緑色の花卓が生殖には良く、花卓は堅牢そうな外見に反し、スポンジのようにビリビリと簡単に破れる。柔らかな皮の中に白いハスの実が入っている。種は、 緑色のドングリに似た形状で甘みと苦みがあり、生のトウモロコシに似た食感を持つ。また甘納豆や汁粉などとしても食べられる。中国や台湾、香港、マカオでは、餡として加工されたものを、連用ヨといい、これを、月平、最中、連用法などの菓子に利用されることが多い。餡にする場合、苦みのある芯の部分は、取り除くことが多く、 取り除いた芯の部分を集めて、涼心茶として飲まれることもある。ベトナムでは砂糖漬けやチェーの具として食べられる。また、涼肉という木薬として、鎮静、滋養競争作用がある。果実のわかめは、果実の中心部から取り出して、茶外茶として、飲用に使われる。ハスを国家としているベトナムでは、湯水で茶葉に香り付けしたものを、 花茶の一種であるハス茶として引用する。資料によれば甘い香りが楽しめるという。かつては茶葉を花の中に挿入し、香りを茶葉に移していた。ハスの花、すなわちレンゲは、清らかさや生成の象徴として称えられることが多い。レンは、泥より入れて、泥に染まらずという、日本人にも馴染みの深い中国の聖句が、その理由を端的に表している。 古来インドでは、インダス文明の頃から、ハスの花は、聖なる花とされ、死母神信仰と結びつき、神聖なるものの象徴とされていた。ヒンドゥー教の神話や、ベーダやプラーナ聖典などにおいて、ハスは、特徴的なシンボルとして繰り返し登場する。例えば、バガバットギーター11章で、クリジュナは、レンゲの目を持つ者よと、微笑され、アルジュナは、ハスの上にザスボンテン。 最高神を、そして、芝神、あらゆる賢者たち、聖なる蛇たちを、私は見ますと語る。同語章の記述、結果を最高神に任せ執着なく、義務を遂行する者は、罪に迷わない。あたかもハスの葉に、水が触れぬが如とくは、後の仏教における、ハスの象徴的用法と近いものを含む、泥から生え毛高く咲く花、 まっすぐに大きく広がり水を引く凛とした葉の姿が、属性の欲にまみれず清らかに生きることの象徴のように捉えられ、このイメージは仏教にも継承された。聖典の中では、ジョインの象徴、多神教信仰から女神崇拝が生まれ、そのため、古代インドでは女性に対する四段階の格付けが生まれた。上からパドミニ、連女、千鳥ニアヤメ、ゲイオンナ、シャンキニ、 海なハ,ハスティニ、ゾウなといい、最高位の、連女の象徴としてラクシュミイという女神が、崇拝された、参照、聖典、ラキラハスや。仏教では、泥水の中から生じ正常な、美しい花を咲かせる姿が、ふっつの知恵や、慈悲の象徴とされ、様々に意匠されている。如来像の台座は蓮華をかたどった、蓮華座であり、また、図紙の扉の内側に、 レンゲの彫刻を施したりしている。主に寺院では仏前に、常花、浄花と呼ばれる、金色の木製のレンゲが置かれている。一方で、仏教国チベットでは、標高が高く生育しないため、想像で描かれたのか、チベット仏教寺院では日本に比べ、かなり変形し、その絵はほんのり赤みがかった白い花として描かれている。また死後に、極楽浄土に往生し、 同じレンゲの上に生まれ変わって、身を託すという思想があり、一蓮託生という言葉の語源になっている。なお、経典、マカハンニャハラ密ツには、青レンゲ赤レンゲ白蓮ゲグレンゲとの記述がある。ここでの青や、他で登場する黄色は水蓮のみに存在する色である。仏典においては、蓮と水蓮は区別されず、共に、レンゲと訳されている。 密教においては釈迦のみならず、楽趣味、伝女である、吉祥天女を本尊として信仰する、吉祥天女法という手法があり、伝は特別な意味を持つ。インド、スリランカ、ベトナムの国家、中華人民共和国マカオの茎にもデザインされている。日本では、以下の地方公共団体が、市の花に採用している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。